こんにちは、風卓です。その仲間です。今回は土曜日ということで、ゲリラ配信となります。たまーに来る、土曜日配信だな。そうそう。ってことで変わらず、前回の続きからやってきましょう。やっていきましょう。今回は何をするんだ？今回の内容に入る前に、前々回作った羊毛自動刈り取り装置の羊の色で、茶色がなかったんだけど、隊長が見つけてくれたみたいなんだよ。なんと。で、隊長によると、あの土で囲ってある中に、茶色の羊を入れてるらしいよ。ほうほう、この中に。おーおー、これが茶色の羊。隊長に感謝だな。だね。で、実はワイもあれから一回見つけてて、小麦を取りに帰って行ってみたら、その茶色の羊が消えてたことがあったんだよ。いわゆるデスポーンってやつか。そうだね。なので、まずデスポーンしないように名前をつけていくよ。ほいほい。よーし、これで消えないようになったぞ。次に今茶色の羊が入る予定のところの羊を、どいてもらうよ。どいてもらうよってまさか。まあ見てなさいって。刈り取られた羊毛が落ちたままになってるな。ああ、確かに。しかもいつもここに来たらトロッコの走る音が聞こえるのに、やっぱりなくなってる。トロッコもデスポーンすることがあるのか？わかんない。視聴者さんでわかる方がいらっしゃったら教えてください。よろしくお願いします。ってことで新しいトロッコを置いてくよ。ほいほい。よし、これで回収回収っと。だな。ってことで続きをやっていくよ。ああ、白の羊が。では。やめてー。では無事に白の羊は山に帰っていったので、この茶色の羊を入れていくよ。山に帰ったか。空の間違いだろ。何を言っているんだ。落とすのも上手くなったもんだ。まあね。これで前職の羊毛が取れるようになりました。早速刈り取られるところを見ていきましょう。大丈夫そうだな。で、このチェストに格納されると、あ、おいおいおい、そこだけモザイクかけてももう遅いぞ。証拠ががっつり残ってたな。ちょうど肉が欲しくてね。わかりやすい嘘つきやがって。ってことで隊長ありがとうございました。サンキューだぜ。で、そろそろ今回の本題か。そうそう、前回作ったこの倉庫にウィザスケの頭を置いて、チェストを置いていっているんだけど、今回は空いたスペースにこのようなスペースを作っておきました。何を作るんだ？ってことで今回はここに10連かまどを作っていこうと思います。なんだそれは？まあとりあえず作りながら説明していきます。10連かまどっていうのは、単純に10個のかまどを置くだけではなくて、ある一つの場所に焼くものを入れると、その焼くものが10連のかまどに自動的に入り、焼き上がったものが一箇所に格納されるってものだよ。そんな便利なものができるのか？それが意外と簡単に作れるんだよ。そうなのか。簡単に構造を説明すると、このかまどの一つずつにホッパーを二つつけていき、そのホッパーの上にレールを引いてトロッコを走らせ、各材料をかまどに入れていくようにします。そして、かまどの下からチェストまで、ホッパーでつなげていく感じだよ。ほうほう。なんとなーくだが、理解したぞ。へいへい。ってことで試行錯誤しながら作っていきます。ほいほい。
最強だったね。だね。相変わらず黙々と建築しているから本当にすごいよ。こりゃ負けてられないな。ほい。これで今7連になったので、残り3個。もう入らないぞ。そうだね。なので残りの3個は壁の中に入れておくよ。なるほど、壁を掘ってその中に置いておくのだな。そうそう。っていうかやっぱり広いと思っていたこの空間、意外に狭いな。確かに。なんやかんや、物を置いていくと狭いな。今度広げておくよ。ほいほい。よし、とりあえずできたので、試運転だ。うまくいくといいな。あ、この隙間だとトロッコが通らないんだね。そのようだね。チェストの場所を1マスずらそうかな。ほいほい。よし、これでどうかな？おお、いい感じだな。だね。これでチェストに入れた厄介者がこのトロッコに入って、各かまどの上を通った時に下のホッパーに入る感じだよ。ふむふむ、完成が見えてくると分かってきたぞ。それはよかったよかった。で燃料の方も同じようにすれば各チェストに物を入れるだけで、自動的に燃料がかまどに入る仕組みだよ。では実際に動かしてみましょう。うまくいくかな？おお、成功みたいだね。奥のかまどは燃えてないぞ。多分だけど、トロッコが1回で回収できる量的に、奥のチェストに行くまでに全部手前のチェストで回収されてしまうんだろうね。なるほど。じゃあ奥のかまどは意味がないってことか？チッチッチ。ものすごい大量に物を焼くときには、手前のかまどだけでは間に合わなくなるので、奥のかまども使われるようになるんだよ。なるほど、そういうことか。あれ、焼けたものがチェストに入ってないぞ。あ、こんなところで止まってる。お？なんかどんどん行ってるぞ。これ多分拠点のドアをゾンビが壊してるんじゃないかな？ああ、確か前にも同じことがあったな。出たー。よいしょ。よいしょ。はい、終わりー。風卓サバイバルを始めた当初はゾンビでもビビっていたのに。今じゃ、よいしょーだもんな。
懐かしいな。まあこれも成長ってことで。そうだけどな。まあ話は戻して、さっきのホッパー問題を解決するよ。へいへい。なんでここで止まってしまうんだろうな。ホッパーの向きが違うってことはないよな。さすがにないと思うけど、ちょい真横から見てみようか。向きは大丈夫だな。だね。もしかしてこのレッドストーン松明がいけないのかな。もう愛にはわからん領域だで。一旦置き方でも変えてみようか。変化なし。いやー。急に来るとマジでびっくりするよね。ほんとそれだよ。ってことで。なんだ？この雷で大活躍するであろうトライデントを使ってみようと思います。なんでトライデントが活躍すんだ？それはね、このトライデントについているエンチャントに秘密があるんだよ。ほうほう。で、このトライデントをクリーパーに当てると面白いことになるらしいんだよね。なんと、それは楽しみだ。よし、早速当ててみるよ。やば。なんかクリーパーの様子が変だぞ。ほんとだ、なんかオーラをまとってるぞ。これが噂に聞く大電クリーパーかもしれない。ちなみにこんな感じになってるみたいだよ。こりゃスーパーサイヤ人だ。でさらに噂なんだけど、この大電クリーパーで敵モブを倒すと、その敵モブの頭が手に入るらしいんだよね。なんだって。早速試してみよう。ダメだね。よし、ちょうどスケルトンがいるので。来るぞ。ぐは。さあ取れたかな？おお、無事このスケルトンの頭を落としたね。よし、他のモブもやってみよう。だね、やってみよう。右側に今ゲットした顔を乗せていくね。おお、わかりやすいな。てか暗くて見えづらいぞ。ごめんごめん。よし、来るぞ。おお、これでクリーパーもゲットだね。順調順調。ないぞ。これ結構当てるの難しいんだよ。ほうほう。さあ落としたか。おお。これでゾンビの頭もゲットだね。ナイスだ。他にも他にも。ちょうどフンフンおじさんがいるからやってみるよ。さあどうかな？なさそうだね。そうみたいだ。取れる敵とそうでない敵がいるみたいだね。今のところ確認できているのはこの3つと、ウィザスケだな。あ、雨が上がってる。ってことは今回の頭取りはここまでか。まあでも3つも取れれば上出来ではないか？どうだろうね。とりあえず Y は満足したらよしとしよう。で、今回ゲットした頭もこの倉庫に飾っておくよ。頭コレクションだな。だね。今後も雷が鳴ったら集めておくね。頑張ってくれたまえ。ってことで、急遽でしたが敵モブの頭をゲットしました。とりあえずおめでとうございます。サンキューサンキュー。ってことで、再び10連かまどの制作に取り掛かるよ。ほいほい。で、このレッドストーン松明問題は、いろいろ考えた末に、納金処理をしようと思うよ。だんだん。強引に繋げたな。さすが納金。なんやあかんやあ考えても納金が一番単純で簡単だったりするんだよね。それは本当に確かになって思ってしまうな。でしょでしょ。ってことでもう一度トロッコを走らせて試運転してみるよ。ほいほい。どうした？ここ、なぜか燃やすもののところに石炭が。あ、確かにそうだな。Y が入れるところミスったのかな？ミスってたようには見えなかったけどな。まあもう少し様子見てみようかな。ほいほい。
大丈夫そうだな。だなだな。では燃やすものを入れてみましょう。うんうん、いい感じだ。よし。ってことで無事20連かまどが完成しました。これで高速で物を焼けるようになったな。だね。今後もこの10連かまどが大活躍すると思います。ってことで今回はこの辺にしておくよ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。視聴者さんで10連かまどを作ってない方がいらっしゃいましたら、ぜひ作ってみてください。マジで便利だぞ。今後も毎週月曜日に配信していきますので次回もお楽しみに。次回も見てくれよな。それではまた次の動画でバイバーイ。バーイ。